FIFA、北朝鮮に警告、女子ワールドカップ無断中継を確認。FIFA が北朝鮮に対し、昨年8月に開催されたサッカー女子ワールドカップの試合を北朝鮮が無断でテレビ放送したとして、再発防止を求める警告書を送ったことが22日分かった。また FIFA は北朝鮮による無断放送を防ぐため、2026年に北中米で開催される男子ワールドカップの放映権を韓国放送局の KBS と交渉する際、北朝鮮内の放映権については協議に含めない方針を固めた。FIFA と韓国放送局との間で北朝鮮の放映権が協議されないとすれば、北朝鮮は FIFA と直接契約して放映権を支払うか、これに相応する手順を踏まなければならない。そうでなく試合を放送した場合は明らかな無断放送と判断されることになる。北朝鮮はこれまでもイギリスプレミアリーグなどの試合を契約なく放送したと指摘されている。今回の FIFA の警告書送付が、北朝鮮での無断放送全般に影響を及ぼすかも注目される。警告しても北にとっては痛くも痒くもない。そもそも北朝鮮にこんな警告したとこでも意味です。知らんの？南北朝鮮、中国には著作権って言葉はないのですよ、わら。申し訳ないが、あの民族に知的財産権、著作権の保護という関連はないかと。そもそも参加させているのが間違い。粛々と放映権料を請求して支払うまで FIFA の大会に出場できなくすればよいだけ。警告も何も参加させない方がいいと思う。警告だけ？他の国には巨額の金を払わせているんだから、それ相応の罰金を請求しないんですかね？放映権料を前払いで支払い終わるまでは、大会への参加は禁止するのがいい。無法行為の北などは追放すればよいが、一方で放映権料の高騰は世界的にも今後のサッカーの発展を妨げる恐れがあるのでは？自国の代表の試合すら気軽に見られない環境は決して良いことではない。権利を主張するのはわかる。一方で放映権が値上がりが過ぎる声も少なくない。儲けたいのか、サッカー普及させたいのか。ミサイル作るぐらいなら放映権を買えばいいのに。まああの国に行っても馬の耳に念仏か。相手が無法者だと何を言っても絵に描いた餅。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。